聴ありがとうございます。ありがとう、ありがとうなんだぜ。鬼嫁なんか声変わりした。そう、設定間違ったかしら。設定、何の話し。細かいことは気にせずに今日も行くわよ。鬼嫁サムネ見たけど今回何か起きるの。霊夢にしては奇跡的なことが起こるのよ。これが他の人だったら。そんな驚くことではないわよね。じゃあそんな大したことしてないってことだな。まあそれは見てくれればわかるわ。楽しみだね。もうちょっとでレートが800台に行きそうだね。祝いだね。違うわ。いっそゼロまでやってみたら。恥ずかしすぎるだろ。今回は霊夢が村人で、マリサがボーイです。以下の人たちの名前を教えてくれた視聴者さんありがとう。鬼嫁はしっかり覚えましたよ。さてさて今回霊夢の身に何が起こるのか。大したことないんだったら話しもるのやめろよ。我々にしては大したことなのよ。さあさあ始まります。おお。みんな、霊夢かわいいマシーン見つけたよ。霊夢が乗る専用に作られたようなマシーンでしょう。見た目で選んでるから順位が伸びないんだよ。はい、最初のアイテムはやっぱりキノコです。私は珍しくブーメランだったんだぜ。あ、後ろから赤甲羅来てますね。あ、だから言ったのに。言われたって防ぎようがなかったぜ。ブーメランでは甲羅は防げないのね。多分。霊夢珍しくキノコ温存してるのね。ここはどこかショートカットできるところはないのでしょうか。あ、ごめん。今回調べてないわ。今度調べとくわ。出たね、鬼嫁の怠慢。最近ちょっとショートカットの存在知って、キノコ温存しすぎて使いどころがわかんなくなってる霊夢です。そして、皆さん、霊夢今、3位なんですけど。どうしましょう。霊夢何気にジャンプアクションも習得したの。自主練してますから。霊夢視聴者の皆さんは下手さがいいって言ってくれてるのに、お前上手くなったら誰がこの動画見てくれんだよ。バカ野郎。上手くなってきたら怒られた。すごい上手くなるんだったらまだ需要あるけど、中途半端に上手くなったら見捨てられるぞ。そうよそうよ。もう霊夢は下手でも上手くなっても怒られてますよ。こうなったらレート2万まで目指すか。あんま調子乗んなって。できっこないんだから。はい、皆さん霊夢は嘘をつきました。まずは1000を目指したいと思います。霊夢の準備が良すぎてマリサのレースなんか全然目に入ってこない。じゃあ私は何のために走ってるんだよ。もうちょっとフューチャーしてくれてもいいんじゃないの。いや無理。ひどい。もうマリサの時代は終わったのだよ。今までよくもバカにしてくれたな。霊夢、になんだけど。どうしよう。後ろの人の回答が可愛くてレースに集中できない。いや集中しろよ。もうマリサがトリプル赤甲羅を出してるけど、どうでもいいもんね。じゃあ。やばい、鬼嫁どうしよう。霊夢。儚い人生だった。いやでもまだ奇跡的に3位だし、このままでもマリカー人生最高順位だし、あと1周あるからまだ巻き返せるかも。もうマリサの方の実況はしません。大した順位でもないから、もうほっといてくれて構わないよ。はい、ほっときます。ショートカットの場所さえわかればキノコには不自由してなかったのに。ショートカットは初心者の人がやると逆に失敗する恐れがあるから、欲を出さずにこのまま維持するように頑張りましょう。そして霊夢がなんと甲羅の襲撃を恐れて防御しています。こんな姿を見る時が来るなんて。やばいやばい、こんな順位になったことないからどうしていいかわからない。画面震わすなよ。しかも赤甲羅も持ってるから何かあったとしても。最後まで見てくれてありがとうな。よかったらチャンネル登録もよろしくね。